冷やし系の紹介をしていきます。冷やしごま味噌タンタンスープと国産素材で作ったクッキー、人参、こんにちは、ママファミリーです。今日は無印良品の購入品を紹介したいと思います。ママファミリーチャンネル始まるよ。じゃあ無印良品の人気の焼き菓子系の紹介をしていきます。このかぼちゃバームとマロンバーム、でこちらスコーン、さつまいもスコーン、チョコレートケーキとフルーツミックスケーキと一口レモンマドレーヌです。無印良品ってやっぱりバームが大人気だと思うんですけど、今回買ったこの2種類は季節限定商品、ちょうどあの秋冬の商品ですね。マロンバーム、かぼちゃバームで、あとこれも季節商品でさつまいもスコーン、あとは多分通年商品ですかね。バームとかこのまま食べても美味しいと思うんですけど、今日はちょっと違った食べ方で食べてみたいと思います今日はバーム凍らせてみました。買ってきたまま袋ごと冷凍庫に入れて、私は1日ぐらい置きました。せーの、いただきます。バナナバーム今回凍らせたんですけど、バーム凍らせたら結構凝縮されるのか、すごい味が濃くなります。いつもよりバナナの味するな。最高よかったよかった、美味しいね。どう美味しい、多分凍らせると美味しいのは多分フルーツ系ですかね。白桃バームだったりマンゴーバームとかレモンバーム、こう凍らせると結構フルーツの味がちょっと濃くなって美味しいです。なんかかぼちゃバームは多分焼きバームにしたら美味しいかなと思います。オーブントースターでパリッと焼いたり、あととろけるチーズを乗せて焼くのも美味しいと思います。この季節限定商品のさつまいもスコーンなんですけど、さつまいものダイスが結構ゴロゴロ入っててすごい美味しそうです。結構ゴロッと入ってます。さつまいものスコーン食べてみて、ちょっと美味しいチョコレートケーキとフルーツミックスケーキ、一枚美味しそうやんな。で、あと焼き菓子系でこれですね、一口レモンマドレーヌ、糖質 10g 以下のお菓子シリーズですね。これレモンマドレーヌ以外にも何種類かあるんですけど、小麦粉の量を減らしアーモンドパウダーを使って糖質を 10g 以下に抑えました。食べやすい一口サイズのレモンマドレーヌです。5個入って糖質 8.2g だそうです。美味しく食べながら糖質も制限できるんでいいですね。これよかったらまた見てみてください。あー無印良品のカレーを購入しました。無印良品カレーすごい種類が多いんですけど、今で40種類以上あるみたいです。すごーその中で一番人気のバターチキンカレーと、お子様にぴったりな辛くないほうれん草のカレーです。無印良品のカレー辛さレベルが5段階あるんですけど、このバターチキンカレーは辛さレベルが2で、ほうれん草のキーマカレーは辛さレベル0です。じゃあ、はい、やったくん、これほうれん草のキーマカレー、今はバターチキンカレー、いただきます。バターチキンカレーがカレーの中で一番人気なんですけど、私もこのバターチキンカレーが一番好きです。カレーは好きなんですけど、ちょっと辛いものが苦手なんで、バターチキンカレーぐらいの辛さ2レベルが私はちょうどいいです。全然辛くないですね、これ。ほうれん草ペーストでできたキーマカレーみたいなんですけど、本当にほうれん草の味がすごいしっかりしてる。美味しいな、これ。最高辛さレベル2ぐらいなら、4歳の子供でもいけるみたいですね。
じゃあ次はこれもあのカレーと同じくレトルトパウチなんですけど、ご飯にかけるだけシリーズの冷やしごま味噌担々スープと牛すじとこんにゃくの棒かけとご飯にかけるルーローハンです。ルーローご飯かな。ルーローハンっていうのがあるね。お肉とか乗ってるやつ。化学調味料、合成着色料、香料、不使用で、忙しい時にパパッと時短でできるし、結構無添加系なんでちっちゃい子にもおすすめです。じゃあこちら、国産野菜のスティック、かぼちゃ、天才糖ビスケット。天才ビスケット。天才ビスケット。国産素材で作ったクッキー、人参、果汁入りラムネミックス、素材を生かしたスナック、ごぼう。どれ食べたい？カレー。食べたい？いちごやぶどうなどの5種類の果汁を使用し、優しい味に仕上げました。ピンクは何味？ピンクいちご。で、種類はいちご、レモン、パイナップル、ぶどう、オレンジの5種類です。まだいちごから食べたいな。どうぞ。美味しい、うん、これもよく買う天才糖ビスケットなんですけど、国産の小麦と天才糖を使って素朴な味わいに焼き上げました。優しいプレーン味とココア味です。そう、天才糖を使ってるんですけど、なんかお味も結構優しい味ですね。なんか素朴な味。結構なんか SNS とかでよくなんかこのくまちゃんのビスケットを使ったマフィンとかブラウニーとかが流行ってるみたいです。立ってるクマちゃんだったり、座ってるクマちゃんだったり、結構バリエーションがあります。どうですか？うん、美味しい、うん。はい。またこれでなんか作ってみような。ラムネ夢中やな。国産素材で作ったクッキー、人参。素材の味を生かし、バターを使って風味豊かに焼き上げました。お子様とのお出かけにも便利なジャック付きです。これも今日買った人参以外に他のお野菜のクッキーがありました。国産野菜のスティック、かぼちゃ。カットした野菜を塩や調味料を使わずにカリッと仕上げました。これも材料がかぼちゃと油だけですね。お塩とか使ってないみたいで、結構かぼちゃの甘みが分かりやすくて美味しかったです。素材を生かしたスナック、ごぼう。化学調味料を使わずに素材を生かして優しい味わいに仕上げました。これも好きなんですけど、ごぼうとこれも他にお野菜何種類かあって、すごい優しい味わいで、ほんのり塩味で美味しいです。ちっちゃい子向けのおせんべいみたいな味がします。果汁入りラムネミックス、子供が夢中になるんでお子さんにおすすめです。無印良品のお菓子、結構優しい味わいのお菓子が多いんで、お子様にも安心してあげられるお菓子がいっぱいありますね。じゃあ今日は無印良品で購入した食品を紹介したんですけど、時短でできるレトルトパウチの食品だったり、子供に優しいおやつだったり、いろいろ種類も豊富なのでおすすめです。チャンネル登録とグッドボタン、おめでとう。バイバイ。